送り盆の昨日、先祖の霊を送ろうと松江市で花火が打ち上がりました。松江水郷祭の湖上花火が中止された中、密になるのを避けるため打ち上げ場所を明かさない形で行われました。昨日、松江市西川津町の農道、職人たちが花火の打ち上げ準備の大詰めを迎えていました。コロナの状況下ですけど、ご先祖様をみんなでこう見送りができたらいいなと思って開催に至りました。疫病退散と皆様の心の落ち着きというか、ちょっと嫌な気持ちを晴らすような意味合いも込めてあげたいと思ってます。松江市の有志で作るグループが企画した松江送り盆花火です。映像を SNS でも公開するため、ドローンの準備も進められました。有志の一人が住職を務める寺では、新型コロナの退散も祈願しました。打ち上げ時刻が近づくと、近くのスーパーの駐車場には住民らが集まってきました。密になるのを避けるため、開催場所は明かされない形で行われ、事故の防止のため、周りの堤防が立ち入り禁止となりました。そして午後8時半。今回の花火はおよそ150発が用意されました。最初は1発ずつ花火が打ち上げられ、そして最後を飾ったのが、全国初披露というこの曼荼羅。下の部分がぐるりと回るように打ち上げられていて、上空からのドローン映像で楽しめる最新演出の花火です。ちょっとびっくりした。最後のドカドカドカーン、楽しかったです。最後のね、花火が綺麗でした。水郷祭なくてね、残念だったけど、うん、この花火が見れてよかったです。はい、すごくサプライズで嬉しかったです。夏の終わりを感じさせる花火をいただいてありがたかったです。ありがとうございます。新型コロナの影響で花火大会や灯籠流しが中止となった今年の夏、シークレット花火が松江の夜空を彩りました。